はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。郁夫様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。河野太郎が過去にですね、2億回接種でも死者ゼロ、コロナワクチン被害者遺族13名、その発言の時点で254人が死亡していた。ワクチン担当大臣による被害隠蔽国家賠償請求訴訟に発展と、4月18日更新、河野太郎公式ブログ、ワクチンの安全性を承認したのは厚労省有識者会議で私は関わっていない、全責任は私が取るといったことについては、ワクチンとファイザー、ワクチンをファイザーモデルナと交渉して入手し、EU と交渉して輸出の了解をもらい、自治体に配布して打ってもらうのが責任です。まあ入手と配布と、まあ接種の実施について、実施接種事業の運用についての責任であって、安全性ではなくてみたいなことも追加で書いてありました。同日、ワクチン接種を、ワクチン接種で母を亡くした女性をブロック一切の責任を取らない姿勢を示したとか書かれちゃってやんの。世論です。嘘だろう、終わってんだこいつ、その言い方はないんじゃない、誠意のかけらすらなくて草、当時一番キレ散らかして騒いでいたのに人ごとかよ、言い分に無理がある、手柄は俺のもの、失態は知らんぷり、 YouTube に証拠残ってるんやが、仮にも大臣が言うセリフじゃねえな、運び屋にもそれなりの罪は追ってもらわないと、んな言い訳通じるわけねえだろ、デマ太郎、俺接種してないけどこいつのこと絶対許せん、などなど、安全性をですね、安全性をですね、厚労省有識者会議が確かに承認したのは事実かもしれない。発言当時、河野太郎は2億回接種でも死者ゼロって思い込んでたのかもしれない。だが安全性承認に私は関与してないって、そんな言い方したら反感マックスですよね。俺は知らねえやんと、2億回で死者ゼロだと、大臣が、ワクチン担当大臣が言ったっていう責任ありますよね。有識者会が安全ですで一致してていてもですね、ワクチン担当大臣が安全を受け負った発言の方が重いでしょこれ。2億回言っても、死者ゼロってワクチン担当大臣が言っちゃった、安全です、安全じゃなかったのに、それを今更ですね、俺は知らねえみたいな言い訳ぐじぐじしてね、それとわざわざ蒸し返して言い訳しないっていう選択肢もあったんですよ。だんまり決め込んで、非難合合でもね、だんまり決め込んで風化を待つ福島みずほやアグネスみたいな、先達かもいるしね、そういうこともできない、黙ってらんないんだね本当に。河野太郎気ちっちゃいと思いますよ。取るに足らない私みたいな一般人訴えたりなんかしてね、騙され、黙ってらんなくてね、まあこんなこと言って火に油を注いでおったという話であります。安倍総理襲撃に使われた2発の弾のうち1発が未発見のため、初公判が来年まで延びる可能性が出てきたみたいであります。世論です。体から抜けた弾丸が見つからないの、致命傷を与えた弾丸が見つかっていない、どこに消えたの、誰か持ち去ったのか、弾を隠した共犯がいる、現行犯逮捕なのに裁けないのか、現場保全より救命優先してたんだから見つからなくても仕方がないのでは、救命措置した人を全員調べる、自民関係者じゃないのが救命措置してたんだよな、警官が発砲するとすぐ総動員して弾頭探すだろ、おかしいと思わないのか、奈良県警は明らかにおかしいんだよな、現場検証が事故の4日後、しかも雨降った後に行った奈良県警が怪しいと、奈良県警確かに怪しいんですよ。同じ場所で数日前に行われた立憲候補外選の背後は守られておりました。なのに安倍総理の背後は守られず、
360度空いていた。どっちからでも接近できた。背後からでも、現場検証が4日後、しかも雨降った後だった。捜査員をですね1メーター間隔で道路に這わせてやってる感出していたのも怪しいですよ。真実が明らかになることを願うばかりであります。経済安保情報接触資格セキュリティクリアランス制度反対集会開催。海渡雄一、これは福島みずほの内縁の夫。研究の自由が失われて国力を衰退させるのではないか。サンモに青木治、公安警察に膨大な権限を与える法案を通していいのか。泥棒の言い草ですねこれね。世論です。さぞかしお困りのようで、ああはいはい、ご苦労様って感じ。赤い人々による反対の声、スパイ防止法が先にできればよかったのにね。なんと香ばしい方々ですこと。市民団体でなくちゃんと極左団体って書けよ。30人程度でいちいち記事にすんね。2名の他にですね、ヘイトスピーチ乗り越えネット共同代表佐鷹誠も参加。これで誠って読むんだ。そうなの？変な読み方してない？ヘイトスピーチじゃなくて国境を乗り越えネットだろうねって罵倒されてるとこですね。たったの30人ぐらいしか集まらない会だったが、東京新聞オンライン視聴は1000人を超えたーって、大威張りだったんですけど、それ少ねえからな。生放送の視聴者1000人じゃ少ねえからなっていう。昨日ですね、新防衛研究チャンネルさんの生放送お邪魔してきて喋ってたんですけど、同説、まあ、視聴者5700ぐらいでした。私、夜ですか行った、ご覧になっていただけた方ありがとうございました。セキュリティクリアランス制度によって研究の自由は阻害されないですよね。カイドは研究の自由が阻害されって言ってるけど、研究の自由は阻害されないだろ別に。研究を盗むのが阻害されるんだろ。そんでなんで国力を衰退させることになるのかっていうとですね、これは盗む側の、盗めなくなるから、盗む側の中国の国力、韓国の国力、北朝鮮の国力の低下が予想される、低下するのではないかなんてカイドが言ってちゃいますけど、小沢一郎、人民の生活が第一。シーカスを9条改正で人民の平和が脅かされる。パヨ、みんなこんなのばっか主語を隠している。パヨが言ってることはおかしい場合は大体主語を隠してると思っていいですから、皆さんもそういう癖つけてください。青木治、公安警察に権力を与えていいのか。まるで泥棒の言い草なんだよな。後ろめたいことがない人は、善良な人は、警察が力を持つのはむしろ歓迎じゃないの。なね、泥棒の言い草だよまるで。幻冬舎ザ・ゴールドオンライン、世帯平均年収は545万円だが中央値は423万円。200万から300万円未満世帯が最多で G7 でダントツ最下位ですわ。貧困ですわ。世論です。先進国じゃなくていいよ。もう金融資産世界一は意図的に隠す。統計の取り方おかしいだけだと思う。物価高は今年に入ってからかなり落ち着いている。貧富の差が拡大しているだけ。 G7 と比べても生活保護率は極端に低いけど、そうなんですよね。貧富の差が広がんだって。資本主義が進めば進むほどそういうもんなんだって。なんか宿命的なもんで避けられないらしいんですけど、2、300万世帯が最多。これは定年退職した65歳以上が 29.1%、 3割、3623万人というのが聞いてんじゃないでしょうかねこれね。みんながみんな美味しい甘り下り、美味しい甘下り先でさらに給料を多額にもらって、できるわけもなく、3割が現役でない65歳以上世帯なら、そりゃ2、300万世帯が増えますよね。定年がない自営業や経営者なんかを除いてですね、退職金もらった年は所得増えますけど、その後はね、年金とバイトって方がほとんどらないのかな。それに日本は G7 と比べ1000円で手に入るものの質も量も
段違いに良い。これ高橋洋一さん言ってたんですけど、元はあの大蔵官僚のね高橋洋一さん、 G7 に比べて同じ金で手に入るものの質も量も段違いだ、豊かだって、収入が低くても豊かに暮らせるので悲観する必要は全くないと、これはあの幻冬舎による日本下げの記事ですよね。いやもういち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  G7 と比べなくてもさ、なんか来年インドに GDP 抜かれるって話なんですけど、別にどうでもいいよね。なね、人口10億人以上もいるところに抜かれたって、なんとも悔しくもなんともないですけどね。今日の単身、読売新聞調査、大阪万博に興味ありますか？ないと答えた人 69%、 7割、西日本限定で聞いたらもうちょっと上がったかもね。はっきり言って東京の人興味ないですよ。東京、千葉、埼玉、神奈川、あとは東北の人はもっと興味ないでしょうね。行かないから。それでも維新は巨大利権を前にやめられない、止まらないと、万博中止は絶対しないと、利権のために。沖縄デニー知事、辺野古地盤工事許可の権限を最高裁が県知事から取り上げたのは憲法違反と、頭がおかしい支持者向けにリップサービス。憲法違反以前にですね、最高裁の判決は法令として扱われるんで、判決に従わないってことは法令違反ってことになるんだけど、頭大丈夫か。デニー本人も頭がおかしいこと言ってるけど、これもサービスと自覚はあると思いたい。素で言ってんだとしたら怖い。東京15区維新候補の金沢さん、マイクご使える20時まで全力でお訴えしてまいります。ご使える20時、福島水掘ってしまう、変な日本語使ってるとなんかあっち系の人だと思われちゃうのは仕方ないですよね。自称無所属音竹候補、亀井戸外線に小池都知事と玉木みんみん代表が駆けつける。おお、豪華メンバーですね。3人めがけて男が土星を上げながら突進したが、周囲の関係者が取り押さえ、その後警察に引き渡し逮捕と。逮捕されてんのに男の名前も属性も報道ないんですよ。パヨパヨしてる連中で確定ですねこれね。右派系だったらマスゴミ大喜びでですね、名前から所属団体から家族の果てまで全国報道すんもんね、朝から晩までね。アジア大学中国人教授が行方不明。どうせ中国共産党の言うと聞かないで誘拐されたんでしょう。世界中どこにいてもですね、人民は中国共産党の指示に従わないと逮捕っていう国家動員法があるんですよ。皆さんも万が一台湾有事が起きたら近隣の中国人に警戒してください。あいつらはですね、事件を起こして混乱させろって中共に命令されたらやるしかないんね。やらないと中国本土にいる家族が代わりに捕まるという、未だ中世なのが中国ですからね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。メール党員懇親会5月4日の募集もやっております。ご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。